まあ、このトイドローンでカメラ性能を向上させることができるかというのを今からちょっとやってみたいと思います。 GoPro セッション5っていうサイコロ状のちっちゃいやつね、普通の GoPro は絶対無理なんですよね。この下につけて飛ぶかどうか、まあ、こうやってタイラップで取り付けてみました。これどうでしょうかね、まあ、位置的に真ん中の部分で、はい、こんな感じですね。これ飛ぶかどうか実験しようか。果たして飛ぶのか、いきますぜ。さあ飛ぶのか。お、飛んだ飛んだ飛んだぞ。無事飛ん、無事飛行。あとはこれがどれだけ、お、やばい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 、高度が落ちてきた。頑張れよ。パワーが足りないのか、モーターのパワーが足りないのか。もうちょっと上げろ。高度が上がらない、高度が上がりません。高度が上がらない、やばいやばい。あー墜落。飛んだけど高度が上がらなかった。よっしゃ、あかんわ、高度落ちてきた。あ、やばい、落ちた。無理か。ちょっと固定場所変えまして、再度チャレンジ。いくぞ。ダメか。ダメだ。この重すぎるね。ちょっとこれ変えようか。次は、タイラップやめてダクトテープで固定したバージョン。これでどうか。さあ飛ぶか飛翔するか。わあ。あー、やっぱちょっと厳しいな。浮上はするけど高度が上がらんな。モーターの、ほらモーターのパワーが限界なんじゃない。やっぱこれ墜落すんな。ちょっとも変えようか。さらに軽量化するか。このケースがちょっと重いかもしれないんで、ケースやめて直でつけるか。それしかないよね。もう最後はこれですね、ダクトテープで無理やり取り付けた感じ。この状態で、飛ぶかどうか。これちょっと飛ばしてみますね。行くぜ。離陸します。いった。おー、やっぱり行くやん。これ行った、行った。ミスった。なんか GPS が急に消えて、飛んだことは飛んだんやけど青汁ついた。次はちゃんと行きます。はい、いけるいける。これちょっと撮影していこうか。やっぱあのケースが重かったんかな。これだとコードあんま落ちずにちゃんと飛んでくれますね。コード維持できてるね。これでとりあえずちょっと撮影していこうか。墜落した。やっぱり無理なのかね。というわけで失敗に終わりましたね。飛ぶことは飛ぶけど、やっぱりなんかコード維持が難しいみたい。やっぱ高度が下がってくる。頑張れ。やっぱなんかドローンのパワー的にこれは限界なのかね。かなり無理してる感があるね。ホバリングは限界。ホバリングが精一杯って感じ。あ、勝手に着陸しようとしてる。頑張れよ。あ、もうバッテリーがありませんね。バッテリーが、バッテリーが弱ってきた。ラー、着陸させようか。お、着陸成功。もうちょっと軽量化しないと無理ですね。これギリギリで飛んでるのでドローン改造してきました。さらなる軽量化を図り、一回分解したところ、この蓋の上の部分に、この辺りに
GPS 用のチップがついてまして、その GPS 用のチップが結構重さがあったんで、それを取っ払いで、まだ蓋つけてって感じで、ちょっと軽量化した。まあカメラも撮れたんですけど、カメラ撮ってもよかったんやけどね、大して重さがなかったんで、カメラそのままで、GPS 用のチップだけ取り外して結構軽量化できました。これで飛ぶかどうかちょっとやってみましょう。じゃあうまく飛ぶかどうかね。 GPS モード解除してからじゃないと飛ばない。あっと、失敗しました。じゃあ出発。さあ行った行った。 GPS がないからどんどん向こうに飛んでいきますね。むずいな。 GPS がないから飛んでいくぞ上。飛ぶことは飛ぶけど、なんかその飛んでからの方がむずいという、 GPS モードが使えないというのはこんな苦労すんやな。やべ、でそこに落ちてくるやろ、絶対落ちるな。なかなかむずいね。思い通りにはいかない。やっぱパワーが足りねえんだな。根本的にパワーが足りない。飛ぶようになりましたけど、やっぱりね、風が吹くと煽られてあっちの方に行ってしまう。 GPS がないんで補正効かないから、自動補正されないから勝手にどうか飛んでいく。だから対空するの結構むずい。あと対空しようと思って動かしてるとパワーなくなってきて、ニューンってなる。これダクトテープで貼り付けただけの超軽量スタイル。これで無理ならもう、さあ行きます。まあうまくいってたんやけど、途中まで着陸で失敗したな。でもまあ飛びますねこれ、やっぱり。ほば、よし、あんな感じ、あんな感じ。飛んでるけど、風どっか行くねん。こっち戻ってこい、戻ってこいよ。って感じ。結構飛びますけどね。だから安定して飛行はするけど、勝手に、そっちじゃ、そっちじゃ、そっちじゃ、やばい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 。草むらに落ちたぞ、おい。やばいな。で、これ、草むらの映像が、どこに落ちたのかわからない。救出しに行きますか。なんか蜂いっぱいおるんやけど、いけんのか。どこに落ちてんやろな。しゃ、発見発見ありました。軽いドローンなんで、根元まで落ちずに上の方で引っかかってた。ほら、助かったぜ。はいはい。というわけで、やっぱ飛びますけど、ちょっとなんか操作ミスったら、この重量バランス下にあるんで、多分ちょっと加工しようとしたら、思いのほかこの加工する力が強くて、そのままなんか制御できずにこう落ちていく感じがあるね。上に上がっていく分にはいいんですが、加工する時のこの腹に下げてるこのカメラが重すぎて、もーんっていくっていう感じ。トイドローンを改造して無理やり飛ばすより、もう撮影用のドローン買った方が早いっていうのはもう分かりましたね。まあ、もしくはね、やっぱ自作ドローンというか FPV のドローン買って飛ばすのが一番かな、安いかなと思いますね。というわけで、まあドローン GoPro 搭載計画失敗かな。